さあ、いよいよですね、題名、決戦の時って書いてあるね。うわ、来たね。てか、もう見えるもんね。ゲラゴピッツ。このモードではゲラゴピッツが基本的に悪役なんだね。じゃあ、イギーも帰ってきたし、このスーパークリボー戦隊&未来のエリート3人組という二重愛称で、行きましょうや。おぉ、クリボー隊、みんないる、みんないるね。あ、これは、出やがったが、ゲルゴピッツールル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 ル、歌わせんな。来たか。さあ、この正気か。我の名前言ってみるルルルル。こんなスプレーもう効かないぞ。僕だけじゃない。ここにいるクッパ軍団。みんなクッパ様の。クッパ様だけの軍団だ。おお、すげえ、あ、すげえ、二人とも回転で振り払った。小坂シールルね。ゲラガイモーナー様に逆らったことたっぷり後悔させてやるルル。お前だけは許さない。七人衆やクリッキーたち、散々汚いやり方で仲間をもてあそびやがって。もともと我の軍団のお前たち、我同士楽しくやろうとしただけでルル。ふざけんな、クッパ様を返せ。いや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 。あー、クッパ様、言わなかったルルか。クッパ様はもうこの世にはいない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 。永遠に探してれば。お前だけはぶっ飛ばす。きたー、熱いね、この展開は。熱い、行くぞみんな。また得体の知れない、僕バトルなんだけど。めっちゃあんじゃん、気が一つも抜けねえ。気が一つも抜けねえな、こりゃ。よし、さあラストじゃないかい。なかなかに強いぞ、敵が。ラストだね。ゲルゴピッツか。うわ、いるね、後ろに。チャックリー。何してくんの？まずは俺は気合見せるぞ。まずは気合だ。一気に叩き込む。ボスまでついたな。ボスまでちゃんとリーダーポイント温存したからね。おーい、打ち返されてるね。どんどん行くぞ。軍団魂見せろ。行くぜー、俺は。何が出るるるる、吹くべきかよ、お前も。うわー、まあまあ、デフィアップなら OK か。最悪の効果は引いてない。みんな頑張れ、誰か必殺、うぜぇ。これで終わりだね。何、あ、サンダー、こいつサンダーとか仕上がる。4人に終わって、でも初3の状態のサンダー打ち消すよ。痛い。でもちょこちょこみんな元に戻ってるやつもいるんだからね。大丈夫だ、もうリーダーに攻撃仕掛けてる、突撃タイプが。いけるいける、クリボー隊が何とかなってる。おー、そんなことパラコリなんかやってる。逃げましょう。オッケー。怖いわ、サンダー使ってくる敵は本当に怖いな。よっしゃ。あ、グフ。終わったのか。やめろ、それは終わってない。え、あ、そっか、原作だったら、クッパ様ー。え、あれ、クッパだ。あれあれ、倒した後の世界線で、おお、バカ、え、おー、よくやって、え、どういう世界線なんだ、これは。でも、よくぞご無事で、うえー、僕は幸せです。え、でも、これ爆弾仕掛けられてるとかじゃなかったっけな。感動してる暇はないわ。今からマリオたちがここに来るぞ。は、はい、あれあれ、あ、いつもにえつけておしまい。お前擬態できんの？だってこんなこと言わないもん。ん、え、おしまい。クッパ様なんか口調が。さっさと行け、マリオをやっつけて本当の最後だ。いや、
期待できちゃうんだ。え、そ、いや待って待って、なんだろう、これでいいのかな。ゲルゴピッツを倒し、やっとクッパ様でクリボー隊長。いや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 、立ち向かわないでしょ。目指す目指すじゃない。本当に、あ、よかった。え、何これ、イエロースターが使えると。何これ、ん、ん、何これ、マメッコ王子、ん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 、何、何、急にマメッコ王子、なんかマメック王子、マメック、マメリア王国の王子様、ボール、いや、触れないでしょ、こんなところの。イエロースター動きの速さ、ピカイチ系のスタイジのせい、目かけにて強いらしい。いや、強い、だけど、来たのかよ。多分、全ステージは今解禁されてるんで、このクッパアイコンを追っていけば、クッパのストーリーが見れるんじゃないかなということで、すべてを忘れたクッパ様ってことは、あの新人クッパのとこだよね。これじゃあクッパを追っていく物語をやればなんかわかるんじゃないかな。じゃあ適当に消化しましょう。レベル7なんで。あ、これあれ、みんな来たな。あれあ、そうか、隊長がみんないるから後ろに来ちゃったんだ。この群れクッパさんを見たという噂が。あ、確かに上飛んでったもんね。いや、言う、腹が減った。クッパじゃん。これはあの、記憶を失う前のクッパってことか。クッパ様？ああ、じゃあ、適当にやっちゃって。すげえ。一撃で敵が死んでいく。敵が一撃でやられていく。あれ？この辺りは、確か。クッパ様？クッパどこ行ったんだろうね。クッパ様のこのこ隊長もあれってことは、あれか。あれ、ストーリーの攻略順として合ってんのかなこれ。完全にクッパ様を後で探すストーリーになっちゃってるけど。でもこれって確かさ、結構前からスルーできたんだよな。なんでだろう。あ、ねえ、クッパ様を見なかった？うふ、クッパ、こんなでっかい体をした。あ、見たふよ。食い物泥棒と滝に突っ込んでいった食い物泥棒と滝に突っ込んでった、どういうこと。あ、頭の上から声がしたから空を見上げた。ふ、大砲を飛ばされた後だって。ああ、ちっこいやつがでっかいやつと抱え飛んでいった。ふ、おう、まずこれを利用するって言うと、ああ、暴れてる、なんか言い争ってた。ちっこいやつがでっかいやつ離したふよ。あ、離したんだ、結局。結局離し、ダメだったんだね。うん。はいはいはい。結局、その時点ではクッパは操られなかったってことか。でっかいやつはこの村に落ちてきたふ。なるほど。ふん。これ式のことよ、このクッパ様はやられるか。あれ？まだ、自分のがクッパってこと分かってる。じゃあ、どこで記憶失ったんだ？ん？あれは、クリボ、え、あ、はあ、あ、あれ大丈夫ふ、確か、前半でクリボーがさ、滝に突っ込んだったのは確かに見た気がする。あ、いてーって言った時だ。あ、今、衝撃の事実が明かされてしまった。そうか、あ、腹が食い物、泥棒、あ、まさか、パーニョ、ここで出会っちゃったのか。ついてくるなっちょ、俺は忙しいっちょ。いや、食い物のお礼を。待て、泥棒、食い物泥棒だったんだ、パーニャはもともと。で、それをこうやって食い物泥棒として、あ、っていうことは、あれ？クッパが記憶失ったらクリボーのせいになっちゃってるじゃん。あれ？なんか今、知っちゃいけねえ事実を知っちゃったような気がするけど。クッパ様。
この山って岩が落ちてくるに、おめえだよ、いてーって言ったんでしょ。あんたらあのでっかいやつの知り合い、ふ泥棒なのかとは付き合えばいいふよ。クッパ様を泥棒呼ばわりするな。さあ、ゲラゴーニの森だったら確かにいると思う。そう、マリオたちが戦ったからね、この辺りで見かけました。あの巨体と甲羅は間違いなくクッパ様のものです。おい、新人どこ行ったっちょ。あ、マーニョ、あー、そこの君たち、つかぬことを聞くっちょ。この辺でっかいからの化け物みたいに見なかったっちょ。でっかいからした化け物。確か甲羅を背負っていて、これはトゲが生えていて、うん。手足には鋭い爪、顔はいかつくて、いや、クリボーの想像がめちゃくちゃやな。それって怪獣間違いなくクッパ様だろ想像力が。いや、お前、クッパ様どんな関係だ。お、俺の感覚確かにここは、おさらばするっちゃ。あ、待ち上がれそうだね、パーニョは知ってるもんね。パーニョの部下だもんね、今。あ、パーニョいるパーニョの、あ、待って、財宝みたいなの持ってる。行くぶっちゃよーへぇ、パーニョこんだけ部下いんの、逆に。逆に今さ、新人クッパ以外もさ、部下いるってことになっちゃうんだけど、パーニョ。ごめんね、パーニョ。多分ね、レベル差が圧倒的、ああパーニョ2回目倒せない。大人数で来るなんてこそくっちょ。親分、あ！ん？あ。あ！この足音、この声。おー！おー！そのドラゴンボールみたいに長くすんのやめて。新人クッパ、クッパ様、親分！おやびん、大丈夫か？撃たれに追われた。クッパ様、クッパ様？おやびんを行わせたお前たちが、何を言ってんですか？僕たちのことは分かんないんですか？おめえのせいだ！ガーン！おめえのせいなんだよなクッパ様、愛されてんのか？いや、そうは見えない。クッパ様、僕のやつ分かりませんか？うわぁ！いや、聞こえるもんやっちゃった。いや、聞こえるよ。おう、無茶すんな。最高やびん。クッパ様、クッパ様、僕です。クリボーです。お前やんつじゃ知らんわー。ああ。クッパ様、一緒にクッパ城に帰りましょう。ん？わあ、全然だ。どんどんクリボーが黒ずんでいく。ああ、クリボー。みんなで一緒に。ああ。クッパ様。ああ。ええー。ああ、まあね、思い通じなかったんだもんな。でもさっき見た限りだとクリボーたちは泣きました。はい。クッパ様に会えて嬉しくて、クッパ様じゃなくなっていて悲しくて、クッパ様を思い出して早くて、クッパ様の早が熱くて泣きました。はっ！随分と長いこと寝てたな。もう起き上がらんかと思ったぞ。やけどはもう治ったか？うん、大丈夫。まったくあんまり無茶すんなよ。おい、あ、クッパ様は生きていた。また必ず会える。あ、次はもっと強くなって思い出してもらうんだ。でしょ。へへへ、兵法が代弁したのか。行こう。また必ずクッパ様に会えるよ。うん、すぐ会えると思うよ。ステージ全部広げてあるから。パーニョの相棒つ、キャサリン・オルガナあ。クッパ様の一緒にいたあの泥棒はこの辺りに。なんだったらアハハアデミーにはもういたんだけどね。ここでは立ち会わなかったかな。クッパ様いるといいんですが。また前のように突っ込んでいってもダメだよね。お、
成長した感じな。戦わずにお話しして分かってもらえたりしないかな。あー、ごめんなさい、そんなの無理ですよね。いや、そうだよ。まあそうなのよ。ちゃんと話せばきっと分かってくれるよ。待てよ、でももうこの時代のクッパ様はもうこのデヘヘバレー時代のクッパ様ってさ、だいぶじゃあ段階飛んじゃったんだね。考えもしなかった。そうだよ、平和に行こう。今回戦いなし。あ、本当ですか、行ってみてよかった。戦わないで済むならそれが一番です。さあ、どこに行くの。ああれなになに、これはこれは何、パーニョいた、あいつだね、さっきあったよ。あ、なに、ちょっと順番。あー、はい、なんだなんだ、ハイマルもいるけど、シミはコミュニケーションに問題がありそうだね。俺の相棒には向かないっちょ。ああ、気をつけてお帰りください。はい。何、面接？次の方どうぞ。え？面接？何？一人でさ、パーでもさ、負けてったからさ、何？新しい相棒を見つけるための、何？面接してんの？チミは見た目が好みじゃないっちょ。俺の相棒には向かないっちょ。気をつけてお帰りください。完全に面接の豆棒は強いぞ、あいつだ。あ、何しに来たっちょ。あ、ようやく見えたんだ。この間はごめん、クッパ様いる？謝罪に心がこもってないっちょ。え、クッパ様？あ、あのデカブツ。やつはスタービーストとかに飛んでっちゃっちょ。なんだ、クッパ様いなくなってたのか。みんな行こう。あはは、待つっちょ。この間の貸しを返してもらうっちょ。貸し。何の理由もなく大人数で襲いかかってきたっちょ。まあ、理由はあったやん。忘れたとは言わせないっちょ。まあ、10分前のことだからね。あ、だからごめんってば。ごめんで済んだら泥棒も苦労はしないっちょ。あ、オーディションの最終審査っちょ。こいつをやっつけたやつ、俺の新しい相棒として認めてやるっちょ。え、それだとキャサリンのさ、それだとキャサリンどうなってんの？それだとキャサリンの意義がよくわからないんだけど、もう負けるよ。え、キャサリンとパーニョがいるってことになるんだけどさ、キャサリンいんの？いるわ。キャサリンいますね。はい。じゃあ、まず気合から入れるか？あ、パーニョもなんかしてる。集中する。それだけのこと。レベル差はあるからね。もうすぐだよ。多分。多分すぐだよ。行くっちゃよー。パーニョは？あー、気合なんだ。じゃあ打ち消しするね。あ、俺から先だ。キャサリンがいるの面白いな。キャサリンそこにもいるんだ。あ、じゃあ打ち消しするね。もう慣れてっからね。もうさすがに。プレプレヘイヒョ。もういろんなやつの必殺技を見たわ。あ、イギ。あ、ごめん。イギごめん。ああああああ、キャサリン、ダーリン。あ。あ、キャサリンだけは見捨てなかったのか？また振り出しか。行こう。クッパ様、ご無事で。そうだよ。豆の故郷付近では、だって、クッパが、新人クッパになって、ゲラゴピッツに操られてたんでしょ？ほら。ゲラゲーモーナス様。こいつでもいいルルか、最高の人材だったわけなんだよ、これって。もう誰でも良い。早く早くって。そう、最悪の人材だったんだよ、これは。クッパは強いんで、クッパだもん、たらでさえ。これで目覚めたわけだよね。うわ、怖っ。何度見ても怖えな。いや、怖い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 。すげえグロ映像に見えるよ。クッパ城ありますね。来た。あれだ、二つ目の展開だ、これ多分。出ておいで、ゲラゴピッツ。ああ、ふるるるる、うまくいきましたね。これであいつらクッパ軍団とマリオを潰し合うことに。しかし、うわあ、この変装意味あるのかい？意味はあるだろう。
まさか、そんな風に思わないだろう。あの連中、クッパに対する信頼はかなりのもの、ルルルル。怪しまれないように、もう少しの辛抱です。ジュゲーム これは大変です。ジュゲーム、さすがだわ。誰かいたか？ネズミか？ネズミではない。大変です。クッパ様はクッパ様じゃないって？はい。って、気づいてたんですか？体はクッパ様。何者かに乗っ取られてる。分かってたんだ、もう。多分、クッパのエンディングだ。これはちゃんとした。クッパ様はもういない。そうだ！クッパ様はもういないって言ってたんだもんな。言葉の意味は繋がるわ。そうだ。計算高いな。お、いつになくよく話すな。許せない。怒ってる。そうか、わかりにくいな。確かに話し方が変だったんだ。やっつけておしまいとか言ってたし。マリオと緑の日が来たぞ。どうするよ、クリボ隊長。マリオ戦うのか、あの偽物を戦うのか。マリオたちはいつでも戦える。今の敵はギャルコビッチとクッパさんの偽物。クッパ様を信じて。来たね。行くかい？じゃあ。レベル36。でもなんかさ、変なんだけど、ゲロゴピッツ3体いるのはちょっとなんかさ、意味わかんないんだけど、ゲロゴピッツなんで3体いるのこれ。こら偽物！やっぱりバレちまったね、ゲロゴピッツ。ご安心を。我は30にも40にも手を打ってる。羽ばたいてんね。やい。お前たちも本当にここで終わりだ。そうだね。今マリオたちもこっちに向かってきてる。確かに。まあその時の物語やな。まあそれは別の視点の物語だけど。目の前には勇気あるクッパ軍団。私たちにとっては最大のピンチだね。しかーし、ピンチはチャンス。3、2、ゴー！ああ！テレサー！おい！ザ、落とし穴！古典的に最も確実な落とし穴や手段ルル。しつこいお前たちのまとまったら戦えないルルル。さあ、ゲロコピッツ、とどめを刺しに行っておやり。はぁ、あ、忙しいルルね。ちょっと忙しそうだな、それはそれで。はっ！最後の最後にこんなやり方で。ロボばっかだ。行こう、また上がればいい。マメエリアを襲ってたロボットたちだ。なんだ？ゲロコピッツロボだ。うわぁ、ゲロゴピッツロボか。なんだこりゃ。こんなのと戦うんですか。どうする。みんな、ここは旅の最後だ。ここを越えればクッパ様が待ってる。尺だけど、あの偽物は、マリオがやっつけるはず。なるほどね。あいつら、ムカつくくらい強いしね。僕たちは、本物のクッパ様に会って、今度こそ本当に、クッパ軍団に戻るんだ。僕はただ、クッパ様が好きな一体のクリボーだった。最初は隊長なんて、できないと思ってた。無口、冷静だけど実は熱い兵法隊長。やんちゃと見せかけて実は優しいテレサ隊長。ダジャレはダメだけど、みんなのことを見てるのこの子隊長。クッパ7人衆クリッキーたち。みんながいたからクリボー隊は強くなれた。大丈夫。
変なマシンだろうがゲラゴピッツだろうが緑のヒゲだろうがマリオだろうがこの先屋根が来ても僕らはぶっ飛ばせる。行こう。すべてはクッパ様のために。クッパ様、クリボー隊全員突撃。あ、曲が専用になってる。いや、でもアメージングもちゃんと嫌がる。行くぞみんな。まさかここで最後のこの曲が流れるのは次だろう。でもギャラクピッツが出るってことになってんのか。一応レベルもほぼ互角だからね。気ぃつけて、気ぃつけてって言っても気ぃつけれないんだけど、見守りだからな。いぎーよし、何使ってんだあいつ。よ、増援呼んでるわ。大丈夫、数は圧倒的有利だ。尺だけど、偽物はマリオがつけるって分かってんだ。さすがに叶わないって分かってんだ。敵はゲロコピッツなんだ。本当に。さあ、ラストステージか、本当にこれは。あ、ゲロコピッツいるわ後ろに。ゲロコピッツ、まずは突撃隊プリプリル。あ、だから3回いたのか、お前。まずは、だから3人いたのか、ゲロコピッツが。なるほどね。敵のパウダー、うん？だから何回も来るってことだ、あいつ。何か使おうとしてる。85。あ、声が、声がちゃんとある。何をしてくんだ？お前何してくるか全くわからん。カモンか。73。63、62。いける。あー、そっか、それ避けるやつだ。でも大丈夫、61なら大丈夫だ。大丈夫、それはもう数でいける。頑張ろうみんな。最後の敵がゲロコピッチっていうのはなかなかいい気な話ですね。まあまあまあ仕方ない。41、大丈夫大丈夫。これは勝てる。よし。行こう、このまま。うわー、最後のステージにふさわしい長さだね。うわー、飛行ロボ、ゲロコピッチ飛行ロボだね、あれは。よっしゃ、行くぞー、ドーマーさんクリキ、うん、これは打ち消し、打ち消しかますか。ゲラゴピッツの秘密の研究所みたいな場所だな、本当にこれ。福引き持ってんの？やだな、君。パタグリ !86?85? 行くぜ、取れうわ、ピッキン取れなさタワークリボー。まあ、これは、あー、皆さん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。筋から勝ってる。なんとか筋から勝ててる、勝ててる、大丈夫だ。ここリーダーポイント節約したい。大丈夫、3回復するからね。オッケーオッケー。次もゲラコピッツ何タイプで来るんだ？飛行タイプか？そのあたりだよね。いるねー、飛んでるねいや、本当に飛んでるわ。今度は飛行タイプいる。いや、もうしぶとすぎだろ、それはそれで。お前しぶとすぎるって、それは。ここ食らってから福引きで何か引こう。はい。飛行タイプにダメージ。あー、素晴らしい、素晴らしい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。今の飛行タイプにダメージが。うわー、ロボ来たーロボ来ちゃったー。何すんだ？あ、呼ぶねー、めっちゃ呼ぶねー。大丈夫だ。それでも筋から勝ってる。めっちゃ呼ぶやん、助っ人。大丈夫だ、それでも。いける。今まで揃ってきたら大丈夫だ。62。いや、もう HP があいつ半分切ってるから大丈夫だよ。はた、あー、クリキいけないが。頑張れみんな。いいよ。よし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 。半分超えた、半分超えた。さあ、あと2000だよ。うわー、見た目がでけえやつしかいねえじゃねえか、今度は。何すんの？あー、これあれだ。必殺撃ってくるタイプだ。必殺撃つタイプ。頑張れ。とりあえず3回使ったな。86。原人強いんだよな、これ。技が。うわー、うわ、マジか、あいつビーム使ってくるやつだ。
あの例のテレスと同じか。大丈夫大丈夫、8位1だもん。なんだかんだれ。ああ、次ラストな。ラストがわかんないけど。よーし。よし。あと少しだぞ。最後のステージに行けるのか。ラストラスト。さあラスト遠距離タイプかってことは、ゲルコピッツ。こうなったら遠距離タイプ決着つける。こっちもだ。軍団魂見せるぞー。クリキ、あん、いける、いけ、頑張るみんな、クリキン。何すんの、なんか、何か、あー、福引きは一番嫌だ。場合によっては戦況がやばい。なるほどね。肩売り、あー、福、あー、やべやべ、ビームやばいって。そのビーム強すぎるんだよな。いやー、いらねー、今絶対いらないやつ聞いた。ヘイファー5、4、いい、きつい。うわー、サンダー使い終わった。これを読んで、やばい、4、3、頑張れ頑張れ、くわー、きつい、頑張って、ヘイファー命中ザップかせ、頑張れ、よし、いける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 、イギーが仕留めた、最後イギーが仕留めた、よかったー、いけたー。クッパさんのところでどうやって行けば、ん、あー、マメック王子、こっちさ、爆弾を仕掛けてたって言ってたもんな。こっちでどうやって、お前ら乗れ、え、乗れって俺にだよ、テレサ乗れるんだ、透けるんじゃないんだ、重たそう。あれ、これって、あれ、これってさ、クッパ、あれ、ここはどこだ、わかる、何をし、あれ、さっき、これ前回俺知ってる。クッパ様貴様ら、ここ、我が輩の城か。そうです、そうです。うえぇ、クッパ様、本当に本物のクッパ様だ。あれ、なんだ、気持ち悪いぞ。気持ち悪いといえば、この揺れは何でしょう。さあ、クッパさん、みんなに帰りましょう。ははははは。いや、タイミングが、ちょ、タイミングがすごいことなっとる。帰り方がもう、爆発なのよ。いや、爆発落ちなんて最低なのよ。ああああはははみんなこうなっちゃったのね。あ。は、ここは？みんな、無事だった？クッパ様は？ん？え、ソラ？そうだった、エンディングでこいつ運ばれてんだった、輸送されてんだった。エンディングでこいつ、そうや、こいつ輸送されてんだったな。かなり情けない、あの、運ばれ方してんだったな。今度の相手は飛行機だぜ、カメジェットはもうない。どうする、どうするって、それはもちろん、まさか。追いかけるぞー。マジかー、スタンビーズ、え、あ、これもエンディングなんだ、クリボーの RPG のエンディングだ。
いや、これで完全制覇って感じ。一応まだなんかね、一人用ステージみたいなのあったんだけど、あれはストーリーに関わらないんだよね。いやー、終わったー。いやー、でも育成、見守り戦闘、また違う、ね、面白さがあったなぁ。なんか、まあ、エンディング、これ、あ、ちょっと見て、下画面。ちゃんと、クリボー隊長たちがいる。確かこれってさ、クッパ城に落とされるんだよね、クッパが。最終的には。だから、最終的にはクッパ城に帰ることになるんだよな。エンディングトークとかあるといいなぁ。あー。個人的には育ててるのを見て楽しかったのと、あと一部ね、なんかね、僕の知らないモンスターがいたっていう、そのクッパ軍団の中でさ、なんかデカシッポクリボーとかデカテレサとかさ、誰みたいなやついっぱいいたね。なんか新しい知識が増えましたよ。ファイヤーテクテクパックもはじめね、あのボムテレサ、デカテレサとかさ、シッポテレサとかさ、なんかさ、そのあたりが本当にね、誰だったんだみたいな。じゃあ、あとはエンディングを見届けるだけですかね。いやー、長かったなー。楽しかったなー。これでもう完全クリアみたいなもんかな、ほとんど。あ、長いようで短かったマメーニアの旅も終わり、クッパ軍団は無事に帰ることができました。亡くなったクッパ城は全員で立て直し、またピーチ姫をさらう準備も整えました。整うな。いざピーチ城へ。でもその前に、おう、あー、みんな勢ぞろいだな。その前にクッパ様全員集まりました。ふん、例のクリボーはドイツだ。あ、クリボー隊長、 お呼びでしょうか。クッパ様、今回の貴様の活躍はいろいろと聞いたぞ。ははい、改めて貴様を軍団の隊長にしてやる。え、本当ですか。次にマリオがやってきたのは貴様が軍団を率いてみるわ。いい、大昇格だ。でも俺少し気になることがあるんだけど、言わないでおくわ。ふん、ん、貴様、旗がついたクリボー、はい、何かどっかで見たような。あ、マメリアの山だったか。はい、山になら僕もいました。あ、あ、階層出しちゃうの？ん？あれはクリボーだーん。痛ーって言ってる時ね、多分これが。あ、我が輩の記憶、確かにあそこからない。ははは、まさか僕が？貴様だったのかー。うわー、ひえー、ごめんなさい。いやー、いい一枚絵だなーこれ。下画面と一致させないとダメなんだけど、本当は。これね、いい一枚絵だわ。こうしてクリボーは隊長称号と旗を取り上げ始めました。ダメじゃないかよ。それでも今回の功績が認められ、これからクッパ軍団トップバッターしてマリオに立ち向かう言われたの、そして踏まれたのかな。あ、 Thank you for playing。 面白かった、普通に。で、一応終わりっちゃ終わりだね、あのストーリーは。いやー、楽しかった。いや、こんなに長いもんと思わなかった。もっとミニゲーム的なもんだと思ってたんだけどね。これでまあ、ひとまず、マリオ&ルイージ RPG は、終わりかな。給食期間中にやった、このマリオ&ルイージ RPG、シャープいくつになったんでしょうか。単発としてね、細々と開けてると思います。これね、今までの視聴ありがとうございました。またね、別のゲームで、お会いしましょう。バイバイ。